ガブリエル・アストリュク。ガブリエル・アストリュクは、20世紀初頭のパリで活躍した、ユダヤ系フランス人の音楽ジャーナリスト、工業士。ボルドーで、ラビの息子として生まれる。グレフィール公爵夫人を会長とする、フランス音楽協会を設立して、新しい音楽の育成を図る一方、オランピア劇場におけるマタハリの公演、シャトレザにおける楽劇、 サロメのパリ初演やメトロポリタン歌劇場のパリ発、公演など、1903年から1913年までのパリにおいて多くの大規模な公演を手がけた。1906年頃に、ロシアの工業師セルゲー・リアギレフと出会って、意気投合し、パリオペラ座でのロシア音楽演奏会、ヒョードル・シャリア・ピミ主演によるムソルグスキーの歌劇、ボリス・ゴドゥノフのパリ初演。 シャトレザにおけるバレーリュースの初公演など、ディアギレフがパリで企画した公演のフランス側工業主として宣伝、劇場の手配、資金繰りマスコミ対策などを担当した。バレーリュースの初公演は芸術的には大成功であったものの巨額な赤字のためにディアギレフは事実上の破産状態となり、アストリュークは債権者との交渉を行う一方でディアギレフから 舞台装置や衣装、小道具などを差し押さえた。以後、ディアギレフとは対立、和解を繰り返しながらも、バレエリウスの初期の公演に対する協力を続けた。1913年に、アストゥリュークは、莫大な資金を投じて、シャンゼリゼ劇場を建設したが、このために、同年8月に破産し、次第に、音楽界における影響力を失った。 第一次世界大戦後は、広告やラジオを手掛け、1938年に、パリで没した。A.B. 鈴木明、踊る、世紀新書館、1994年、256から257ページ、バレリウスの初公演の際、アストリュークは2階正面積に金髪と黒髪の、美しい女性を交互に座らせるというアイデアで、会場に花を添え、 ここから2階正面積は、コルベイユと呼ばれるようになった。バックル、前景書、上巻104から154ページバックル、前景書、上巻173から174ディアギレフが、バレーリウスの第2回公演をアストリュク抜きで企画し、しかも、メトロポリタン歌劇場の公演日程にぶつけたことから、アストリュクは、ロシア提出に、 ディアギレフを告発する11ページに及ぶ文章を送付した。シャンゼリゼ劇場の落とし公演の一環として、バレーリュスによる遊戯や春の祭典の初演が行われた。ありがとうございます。